直流モーターの原理直流モーターは直流電気エネルギーを機械エネルギーに変換するものです。モーターは回転するアーマチュアと固定された磁場に囲まれた構成要素から構成されます。アーマチュアは軸とコミュテーターに接続されておりコミュテーターは電源に接続されています。コミュテーターは 回転するときにアーマチュアの電流の方向を変えることで回転力を継続的に生成することができます。磁場は一つ以上の永久磁石またはワイヤーのコイルを通して電流を流すことによって生成されます。磁場とアーマチュアの電流との相互作用によりアーマツアーが回転するようになります。回転の速度と方向は アーマチュアに流れる電流の強さと方向を調整することで制御することができます。